ナイスパーです。ヨシさん、はい。バカの妹、ガーシーさん応援してるけど、ひろきさんの言ってることは実社会で役にすごく立つよ。人間だから相性あるから、ガーシーさんは他の政治家と違って綺麗事言わないし、政治家なんて二枚舌で嘘つかないとできないけど、手のひら返しされて暴露したのは、富国2チャンネルで復讐した私に被ったから、2チャンネル作ったひろゆきさんには感謝してるよ。泣き寝入りせずに済んだんだから。ということで。じゃあ、OK! ね、ごめんなさい。ちょっと僕ら、高 IQ 集団なんでね、政治と宗教には手を出さないともうね、強く心に決めてるので、すいません。ちょっとそこら辺がね、この話ね、ちょっと僕もね、面白そうだなと思うんですけどね。すいません。ちょっとやっぱ、高 IQ 集団たる我々は、ね、野球と野球とね、芸能人の恋愛事情の話しかしないように、ちょっとそうするとできんのかな、ギリいけるいけないね。ちょっとまあ国会議員になってしまわれたので、もう政治かな、この話がやっぱりね。であとはね、ひろゆきくんは最近宗教の方のね、ところもお盛んでございますから、ここら辺に関してはちょっと申し訳ない。甲子園かな、みたいなところですけどね。今ここにね、皆さん心配されてる方とかもいるかもしれませんけれども、はい、よく考えてみてください。ね、ひろゆきくんも、ガーシーさんも、皆さんにとって何ですかと。ね、赤の他人ですよ。ね、ぜひちょっと一言だということだけ、ね、忘れないでいただいて、はい。ね、この二人は別になんか皆さんの大切な何かではないので、このぐらいの目線で、ちょうど彼がナイキのマーク見せてるぐらいの首のね、このぐらいの感じで、で、目はちょっとこう、薄くね、なんか、モザイクを解除できるかなぐらいの気持ちで、見守っていただければと思います。はい。ということで、ひろゆきくんがどうなったろうが、カーシーさんがどうなっただろうが、ね。まあ、俺だけじゃ心配してほしいですけど、ね、どうなったからといって、きっと皆さんは大丈夫です。なので、そこで心をね、動かさないようにだけしましょう。ね。いいところは吸収してください。ね。で、引っ張られないようにしましょうっていうことで、いかがでしょうか。ね。まあ僕はだから、最終的に言いますよ。だと思ったって。ね。ね、最初から全て達観した顔で。まあそうなりますよね。まあ予想通りです。はい。だからこそ、頑張ってほしいなって思います。これだけ言っときます、先に。はい。まあ、そうですね。まあ言い方としては、まあそうなっちゃうかな。まあ想定してたとはいえ残念ですね、とかね。それぐらいにしときましょうか。はい。皆さん、チャンネル登録お済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ひろゆきくんのチャンネルも、そしてよければ僕のチャンネルも合わせて登録の方お願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。